もうこんな崩れていけねえ、うん、もう十年よ、うん、それでもほらほらいや、うん、ほい待て待て取るよいしょ来るほらまあほらうどうしたまだいけまあできちゃううんこれほんでもう来年はもういかんねえうんこれはねよっシュッとこうほらうんよいしょ子供ほら、入ってくれからうんうんまほどよいしょ明日も椎茸うん、これよこれようんこれをね、どうし、何しようと思ったねうんこれをようんここへ台に持って、移してほらうん3日ぶりにまうん移しようがよそのため、段取りしようがねじゃあ、 明日午前中は石やるかい？え？午前石は時間かかるじゃない？ああ。昼前に昼前に石は午前中明日の昼前や午前中は。そうそう。それ石の写真撮るよ。午後はこれね。でこれを今日はこれどうしてもしとく。はあ。一週間か。なんだに。いつもやっぱり。もうできない。うん。ほらもう腐ってほら。うん。でこんな大きいで。なんぞこの曲は。うん、ほら。なんでぎゅ。どぎはみが。あそう。今何もなったね。はあ。よし、これを置いてしておこう。じゃんじゃん。これこそ運動しておこう。来た来た。ちょっと待ってて。段取り置こう。今日は置こう。もうこれでこれ。明日にしよう。なかなかね、クラスをやったって浮かんで、またで、こら、うん、こら、あそこ向けた人だぞ。なんか入る向きはおかしい。入る向きはおかしいね。もげ中広いとけよ。そこもげ中が広いとかん。カラスに取られるに取っていかんと。おいちゅう立ち向きカラスが取っていくに。
鳥が鳴きる。これをトコモシライト、セイチとかね、トコモシ、おじいちゃんのトコモシライト、男をこしれるトコモシライト。綺麗にこう。でこういう紐があったらね、捨てずに置いておかんとかんと使える。うん。そしたら、ノコギリも歯み取らんといかんもん。ノコギリも歯といでかんといかんもん。ノコギリどうだ。もう歯をといでかんといかんかよ。ノコギリの歯はもうとも飛ぶ全然。歯はね飛ぶと言わん。ノコギリ目立て目を立てる目立てる。今目立てするんで今もあのお金で買うとか。ノコの歯1500円するでこれが。あ新しいの買わんといかんよこと。買わんといかん。今までほら、おじいちゃんボランティアしよったきね。なんてボランティアやってメタル作りやったいか。ボランティアボランティア、ボランティアでほら、あの竹を切って炭焼いたり。メタルサイズの来てやりうろ。うんうん。あれ、なるほどのメタルよ。うん。あれ、1枚200円ってそれをくれるき。おお。それでこの子買いよ。うん。で、おばあちゃんはどうやらこうやら言うけどね。うん。ほら。今年も作るメダル。今年もで、サイジェさんは鉄道手当て持ってきたら、また2,300枚。おぉ。乗り張って、ほら。うん。去年作りやら。そのお金でかいやらよ。うん。ほんでね、サイジェさんよ。うん。サイジェさん、給付券の電気もいるしね、うるさいけんど。うん。言うならね。ほら、サイジェさんもだって、やるけんど、おじいちゃんは。うん竹切ったり線路をもるだけ、うんうん、でメタルを出来上がった、うん、メタルをじゃけじゃけんね、うん、でほとんどサイズさんがやってしまらないきね、うん、でサイズさんにメス釣れんのに、うん、大事なことで体で行きやせんが出たのに、うんうん、こうやってI'm
で、これをカレーにこうやって置いとったのを元へほら戻すね。ね。この間でこういうように切るぞ。で、これでちゅろ。ハッサーも太るこんなに。ボーンと取れる。明日取れる。この持ってきて、こっちや、とうがしゆき、こっかの、ちょくったの、去年、あの向こうから切って、切ったがおよ、ほら、これはが一番ええのね。これはの太さがね、周りの、これ30個、一本やね。そんなに打ち込める？いるよ、ほら。4面やったら、90センチで、5センチで抜けたら80センチよ。それ10センチ間隔で打ったら、8個じゃお。4面やったら30個じゃいか。で、大体、いっぺんに、大体1000、おじいちゃんの1000倍かぎる、1000から1200。だからだって、トモリの鉱石でもってやる。からに聞いて。いいかも。この白なりよるのは何？そう、それはそうよ。あの水かけちゃって、だから乾燥しゆきに、だから明日たって雨が降ったら取って食べる、すぐ食べるようになるよ。この白いのは何？だからこの全体白やがこの辺。そうよ、乾燥してから、それ、うちらが見えるわよ。お腹の方が、腹が見えるわ、お腹の方が。いやいや、そうじゃない。昨日。木が白なっちゅうのがここ。
ほら、病気やついて腐りよ、ほら病気やついて腐りよ、ほんで、やるね。よいしょ。椎茸が腐りよるということ？うん、椎茸が腐りうまいよ。それも置いちょったら食べれるようになるということ？え？食べれるようになるん、それ。うん、まあ、おばあちゃんは食べんね。まあ、おじいちゃんは菌があるけんね。うん、それを言うんや。おじいちゃんはほんで、この下をせっきり整理するのもええけんど、菌も飛ばしてしまうきね。うん、この菌が落ちる菌をね、捨てるわけけね、菌が家。ほんとは今、あのまだにゴミの中にも菌がある、まずっちゅうぐらいに。うん、おじいちゃんはほんで、ね、こんなきれいに下を整理してないかよ。うん、まあ、いろいろ。人生観の違いやきしやな。お、人生観しやな。ようこそ、お待たせ。うん、はい、お疲れさん。で、明日は、うん、これをよ、うん、ね、うん、こういう調子でもう一度これを、うん、やってよ。うん、ほんで、この椎茸じゃなくて、ここの白くなっちゅうのはないよ、この全体的に。あ、それは、それよ、食べれんが、何やろ菌でね、白菜と言うてね、菌かい、これ食べれんがで、これはうーん、のけんって感が、うーん、これのことやお、そうそう、その全体的に白いやつよ、全体、うん、これはタケノコがいい、タケノコ、うん、タケノコ、キノコがこれはやね、うん、ここがこうなっちゃったのよ、うん、ほら、こちらが下でよ、うん、こうなっちゃったのよ、もともとは今、うん、こうなっちゃった、ほら、うん、こういうになっちゃった、うん、それをじゃあ、のけたき、ほら、うん、こういうし、ほんでこれを、うん、これを今度、うん、こういうふうに手繰り返して、うん、ね、あ、そうやって置く場所というか、面をコロコロ変えちゃうようになってから、いつもその通り。どれぐらい大きに、え、どれぐらい大きにやっちゃう。いやいや、それは1回1年に、うん、途中で2回6月よ、うん、6月頃と、うん、6月頃と、まあ言ったら、うん、なってたけど、2回よ。2回天地をひっくり返してね。うん、水は毎日かけんねんか、うん。今年は全然かけだったろ、水がないき、うん。ほんで、出来だったやか。うん、出来だったろ、うん、今までどっさり出来だったろ、しいたきゃ、うん。なぜ出来だったか言ったら、今年は水やなんき出来だったが、うん。ほら、
毎日やらんと。言えた、世話せだったけど、できだったのよ。毎日やらんといかんのよね。うん。やって。で、これはよ。うん。これ全部もみじで、ところもみじが、おのの場合、自然のほら。もみじのおの場合、これも、もみじの種がほら、できるが、おのの場合。うん、俺の場合よ、うん、おばあちゃんは引きずってちぎってしまうけどね、うん、おじいちゃんはおいで太らしい、うん、おばあちゃんはパシパシ切ってちぎってしまって、うん、生活の違いじゃほら、うん、こう太りよきれいなのこれほんでこういうのね、うん、植木でよこれね500円するんで売ったら、うん、これをね、ほら、あの、実になるがよ、うん、これをんで、植えかやんてか、ここにおかつに、うん、植えの、トモイルの、あの畑やね、うん、あのトモイルの畑の下っかの中の段に植えちゅうらしとく、うん、あそこへ一本じゃきかんきね、これ、うん、それなんか、必ずほんで、日本語やっちゃってね、それ何？これもできんな、ほんで、ほら、実がならな、それ何ほんで、え？それは何？あなたね、忘れていかんね。何よね。どうしよう。もうすっと名前が出るとこになった。黒い実がほら、ちぎって食べるじゃないか。うん。まあ、やば。どこの明日まで思い出しようか。うん。うん。これはトバキよ、こんな人だ、この出来、これを